草2は、タッチダウンを第2回目を実施しました。で結果として、私たちは太陽系の歴史を手に入れることができました。ここからの発表文を読ませていただきます。 JAXA は小惑星探査機はやぶさ2を小惑星リュウグウへ設置させ、リュウグウの資料を採取する運用を実施いたしました。はやぶさ2から送られてきたデータを確認した結果、サンプル採取のためのプロジェクタイル弾丸ですねの発射を含むはやぶさ2のタッチダウンのためのシーケンスが実施されたことが確認できました。はやぶさ2は現在正常です。で今般リュウグウへの2回目のタッチダウンを成功させたと、成功されることができました。国民あるいは世界中でこのはやぶさ2を見守っていただいた方に感謝させていただきたいと、思います。この成功を皆さんと分かち合いたいと思います。本当に今日はありがとうございました。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、小惑星探査機はやぶさ2の第2回のタッチダウン運用が行われたんですけれども、まあ、結果として、非常に高い精度で、この2回目のタッチダウン運用が成功したということになりましたね。はい、はい、というわけで、もう津田プロマネが会見で言ってましたけれども、まあ、100点満点で1000点だと言ってしまうほどにこう完璧な運用ができたということで、まあ、直後に行われてた会見、これまあちょっと中継はなかったようなんですけれども、それで、ちゃんと弾丸がこう発射されたということが分かったという情報が事前にあったんですけれども。2時から記者会見が行われまして、正式にそのタッチダウン運用が成功したというふうに発表がありました。まあ、今回の運用に関しては、まあ、先ほども言いましたように本当に完璧で、事前の探査機の誘導から姿勢の変更であるとか、あるいはこうタッチダウンにしていくところまで本当にもう完璧であったということで、で会見の途中、まあ、質疑応答の途中で、また新たな画像が降りてきたということでちょっと発表があったのが、はい、こちらの画像になるんですけれども、ちょっとチカチカしてますかね。はい、大丈夫ですかね。はい、都合3枚画像が公開されたんですけれども、これがそのうちの1枚で、はい、これがタッチダウンからおよそ10秒後くらいという画像なんですけれども、まあ、タッチダウンして、もう完全に、浮き上がってきているところですね。こう上昇している途中の画像だと思うんですけれども、見てお分かりいただけますかね。こう画面中に細かくこう飛び散っているのが、まあ上昇するときにスラスターを吹いて上昇しますので、まあ、それでちょっと舞い上がった小石とか砂利みたいなものだろうと思いますけれども、これと画像的には直前と、タッチダウンした瞬間と、そしてこのタッチダウンのあと10秒後ぐらいの画像が公開されたわけですけれども、まあ、いずれ、これは動画としてつながった状態でまた公開されるんじゃないかなと思うんですけれども、ご覧のようにですね、これだけ舞い上がってるので、資料もまあどっさり取れたんじゃなかろうかということですね。はい、はい、これでまあ一応はやぶさのまあ主目的となるまあサンプルリターンにおける資料の採取はこれで終わりになるわけですけれども、今年の年末までは確か竜雲のそばにいるということなので、それまではまた別な観測なんかが行われる可能性があるという話なんですね。まあ、ミネルバ2の2号機もまだ下ろしてなかったはずなので、それもまあ下ろすのかどうかというところなんですけれども、まあ、その他にも、まあ、今回このタッチダウンをした場所に対するまあ観測ですか、
まあ、すぐそこまで接近して観測するようなことはないようなんですけれども、まあ、若干高度を落として観測をするといったような運用もまあ行われるそうですね。まあ、今回のタッチダウンだったんですけど、まあ、個人的な話ですけど、ちょっとその、実際にタッチダウンが成功したということがデータ的に分かったときに、ちょっとあの外に出てたもんで、ちょっと生で見れなかったんですけれども、まあ、その成功したときにはですね、まあ、みんながこう、管制室にどっと集まってですね、こうみんなカメラに向かってこう V サインをしているような画像が あったかと思うんですけれども、まあ、本当にですね、JAXA の皆様、関連企業の皆様、はやぶさ2にまあ関わったすべての皆様に本当にですね、おめでとうと言いたいですね。はい。まあ、まだ画像的なものがこう降りてきてるだけで、まあ、詳しいそのサイエンスとかまあ分析とかはまだまだこれから先の話なんですけれども、その成果の報告ですね、またじっくり待ちたいなと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。